若い頃の悟空さだな。オラもピチピチの若奥様だったべ。プロポーズは天下一武道会でされたんだっけ。んだ、もともと子供の頃に約束さしてただ。なんかロマンチックですね。悟空さはこの頃から働きもせず戦ってばっかりだったな。割といつもそうじゃない。確かに。ああ、オラの嫌いなスーパーサイヤ人だべ。うちの家族はすぐ不良になるだ。なんで言ってもやめねえ。もう諦めなさいよ。たくましくていいじゃないですか。あの世だこの世だと忙しかった頃の悟空さだな。ご飯と御殿には寂しい思いをさせただ。セルやら海王神やら魔人やら、かなり大変な時期に子育てしたわよね。お二人とも苦労されたんですね。悟空さんには立派な父親として息子たちのお手本になってほしいだ。孫君のおかげで何度も地球は救われてるし、十分立派よ。そうそう、武道家としても超一流ですからね。普通の不良よりさらに悪い不良だべ。何が変わってるんだかオラには全然わからねえ。正直もう不良って年でもないわよね。でもより一層強そうな感じはしますね。ああ、こんな怖い顔になって、ごはんちゃんが真似したらどうするだ。確かにちょっと怖いかも。孫くんは割といつもニコニコしてるからかなり雰囲気変わるわね。最近悟空さんがちょっぴり働いてくれて父親らしくなっただよ。いつの間にか運転免許を取ってて驚いたわ。教習所に行く姿想像できませんね。いくつになっても悟空さんは結局不良になっちまう。いい歳なんだからしっかりしてほしいだ。もう孫もいるおじいちゃんですからね。サイヤ人は見た目が若い時期が長いわよね。ちょっと、いやかなり羨ましいわ。髪の毛が赤になったが、なんでそうなったのかは知らねえ。金髪だけでも十分不良なのにオラには理解できねえだ。多分ですけど、髪の色だけじゃなくてすごくパワーアップしてるんじゃないですかね。それはそれ、これはこれ、父さんにとっては一緒よ。髪の毛が青になっただ。理由はわからねえ。頼むからご飯と御殿に真似させねえでほしいだ。ずいぶん派手よね。おしゃれだし私は結構好きよ。もっと修行すれば他の色になったりするんでしょうか。緑とか紫とか。勘弁してけろ。悟空さだべな。雰囲気がいつもと違うわね。すごく強そうね。突然白髪になった悟空さだ。じいさんになったわけでもねえのに意味不明だべ。父さんは黒髪以外が許せないのね。なるほど、結構似合ってると思うけどな。オラの可愛い可愛いご飯ちゃんだべ。偉い学者さんを目指して勉強を頑張る天使のような子だ。ご飯くんは小さい頃から努力家だったんですね。今も研究熱心で素敵です。戦うのはそんなに好きじゃなかったみたいだし、孫くんとは真逆の性格してるわよね。人造人間やらセルやらと戦ってた頃のご飯ちゃんだな。地球を守るためとはいえオラはもう心配で心配で。よく考えたらこんな幼い子に地球の命運を託すなんて、孫くんも賭けに出たわよね。ご飯くんの子供時代大変なことの連続だったんですね。はあ、オラのご飯ちゃんの不良姿だな。こんな金髪にならねえでも十分男前でかっこいいのに。まあまあ、金髪でもかっこいいじゃない。でも不良になったから最近は修行ばかりで勉強も遅れてるべ。勉強が遅れてるのと金髪は関係ないと思いますが。この時って
まだ10歳とかそれぐらいだったかしら。そんな年でスーパーサイヤ人になれるなんて才能あるわね。悟空さんやベジータさんが身近にいたからいいお手本になったのかもしれないですね。ごはんちゃんはオラたちや地球を守るために必死で戦ってくれただな。もう何も言うめえ。セルゲームね、あの時は本当に大変だったわよね。地球を巻き込んでセルが自爆しようとしただが、最後は悟空さんがセルを連れて瞬間移動で。ごはんくんも危険な目にあったし、悟空さんは父さんには辛い出来事でしたね。もう二度と死なねえでほしいだ。オレンジスターハイスクールで私と出会った頃のごはんくんですね。怪しい人だと思ってたけど、まさかサイヤ人だったなんて。そういやこの時天下一武道会があっただよな。優勝賞金って誰がもらっただ？途中でみんなどこか行っちゃってミスターサタンが優勝したけど、相手は18号さんだったのよね。何か裏がありそう。パパったらまた何かうまいことやったのかしら。全然トレーニングなんてしてなかったもの。金色の戦士って呼ばれてた姿ですね。通学中に銀行強盗をやっつけたりして大活躍でしたよ。見た目はこんなになるけど、中身は真面目で優しいごはんちゃんだもんな。サイヤ人の力なんて普通の生活してると持て余しちゃうのに、平和を守るっていうのがごはんくんらしくていいわね。天下一武道会で君とっちゅうおっさんと戦う時に変身したごはんちゃんだな。この時のごはんくん、なんか変な二人組に夜間みたいなものを刺されてたわよね。そんなこともありましたね。まさか魔人ブー復活だなんて大事になるとは思ってなかったですよ。我らがヒーロー、グレートサイヤマンですね。都の平和を守る正義の味方です。この衣装は私が開発したのよ。どこでもすぐに変身できるようにね。いつもみてえに不良にならねえでも、ごはんちゃんは立派なヒーローになれるだよ。普段のごはんちゃんとどう違うだ？不良にならずに強くなってくれて嬉しいけんど。確か老海王神様に潜在能力を引き出してもらったとかなんとか。サイヤ人ってよくわかんないわね。このごはんくんって未来の世界ではトランクスの師匠らしいわよ。だから今のごはんくんが成長した姿とは別なのよね。未来だのなんだの、オラはまた置いてけぼりだべ。ただオラのごはんちゃんはいくつになっても可愛い息子だ。今のごはんくんよりもすごく真剣な面持ちですね。人造人間に支配された世界は過酷だったんですね。トランクスによると、こんなに強そうなごはんくんでも人造人間には勝てなかったんだって。そっちの世界では私とは出会えなかったのかしら。一緒に戦ってあげたかったな。ボロボロになって戦うごはんちゃん、想像するだけでつれえだよ。オラと悟空さんの2人目の息子だ。ゴテンちゃんも武術の才能があるだな。父さん、ゴテン君には組手してあげたりしてたのよね。そっか、父さんも天下一武道会出たりしてた実力者ですもんね。不良にはなってほしくねえけんど、たくましくて硬派な男性に育ってほしいだ。硬派ねえ。やっぱりこうなっただ。サイヤ人はみんなこうだ、すぐ不良になるだ。ゴテン君ってまだかなり幼いのにすごい才能なんですね。最初に見せられた時に叱り飛ばしただが、やっぱり悟空さんの息子だな。うちのトランクスも気づいたらなってたわね。誰も教えてないのに不思議ね。この子を見てると不思議な気分になるわね。オラもだべ。誰かに似てるのかしらね。
そうかもしれないです。あ、娘のパンに似てるかも。そうだべ、あの子が育ったらこんな感じになりそうだ。悟空さんの夫だな。とっくに死んじまってるから、あの世に行ったら挨拶するだ。孫君とよく似てるけど、なんか険しい顔してるわね。サイヤ人ってことはフリーザにやられちゃったってことですよね。だな。その前に悟空さんを地球に送り出してくれて感謝しかねえな。悟空さんの兄さんだけんど、オラは好きじゃね。ご飯ちゃんにひでえことするし、侵略だのわけわかんねえし。乱暴で残酷で血気盛んな人なんでしたっけ。悟空さんとは全然違いますね。先に地球に来たのが孫君で、本当によかったわね。悟空さん？似てるだけか。あら、尻尾が生えてますね。若返りかしら、羨ましいわ。ここまで子供にならなくてもいいけど。金髪になったべ。こんなところも悟空さんに似てるべ。スーパーサイヤ人になれるっていうことはサイヤ人なのかしら。悟空さんと何か関係があるんでしょうか。子供なのに眉までなくなっちまって、2だか3だか知らねえけど見てらんねえだ。子供がなれるってことは、ご飯くんもその気になればできたのかしら。え、それは結構びっくりしちゃうかも。悟空さん、だいぶ雰囲気が違うんだが。どうかしら。まあ多少のことは受け流せる度量も必要よね。多少勉強になります。あら、かわいい。悟空さんにもこんな時代があったんですね。オラと初めて出会った頃の悟空さだべ。こう見ると御殿は子供の頃の悟空さと瓜二つだべな。尻尾生えてる人なんて初めて見たから、当時はびっくりしたわよ。懐かしい姿だわ。